お家騒動に次ぐお家騒動の2000年もう血みど泥ですイギリスって呼んでる限りイギリスのことは正式には理解できないユナイテッドキングガムなんだだから複雑なんですよイギリスは一つの国じゃないしその語源にはいろんな争いの歴史が含まれてるんだそういうことなんですよねどこなかだいてことですさあ今日も早速参りましょうエクストリーム世界史イギリス紙幣 <laughs> 大英帝国ありがとうございますさあ、まあ、イギリスといえばですね世界史でもうとにかくあらゆるものはもうイギリスがやってきたことの名残なんじゃないかっていうぐらいあこれもイギリスのせいですねとかねこれもイギリスのおかげですねとかね、まあ、そういうことがすごい多いわけじゃないですか。で まあ、アメリカ史っていうものをざっくりやると。250年しかないけども濃密だよなんていうことをね、私言ってあのアメリカ史をね前回の動画でアップさせていただいたんですけども、それとね、同じシリーズの本でこちら、一冊でわかるイギリス史。こちらですね、分厚さで言うとね、一冊でわかるアメリカ史と同じぐらいだから、あ、まあ、じゃあ今日もやってみようという感じでね、読んだんですけれども、 地獄でした。本当に大変ですよ。アメリカ史とイギリス史ってね一緒にして,てダメ。なんでかってアメリカは二百五十年だけど、イギリスって二千年以上のこのものすごい歴史があるわけですよ。しかもねやってみて分かったけど血みどろです。本当にあのねこれマジでむずいよ。あのなんでかっていうとイギリス史ってもうとにかくねもう民族も入れ替わるし。 イギリスの中でもいろいろ領土があるしそれがもうずーっと支配したりされたり入れ替わったり侵略されたりしながら落ち着いたかなと思ったらその王家の中での政略争いもう争いがもう血みどろなんですよ。で何世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 って続くんですよ。 なんとか王の南西が実刑を握ったと思ったらもうそいつがもうすぐ殺されてああだこうでお家騒動に次ぐお家騒動の2000年これはねだからもう一人も書かないでおきました <laughs>。<あの S 2> <laughs> 南西のやつとかほぼいいてないね それぐらいめちゃくちゃ入れ替わります。じゃあ今日、今回何を教えたいかっていうと、イギリスっていうとね、どうしてもやっぱり産業革命以降、世界で名を馳せたということを現代史繰り返しやったわけじゃないですか。で、それ以降はわかるけど、それ以前のイギリスってもともとどういう成り立ちなのとか、イギリスの国の歴史の個性って何なのここをね、めちゃくちゃざっくりやらせていただきますので、イギリスという国のざっくりとした成り立ちをね、 お伝えできればなと思ぜひお,お聞きくださいさあまずね現代のイギリスのまあ領土をですね私があのいつものブロック地図でね書かせていただきましたもうこの位置関係だけ覚えてくださいねっていうやつで言うと我々がイギリスイギリスと呼んでますけども我々ぐらいらしいんですよイギリスと呼ぶのはユナイテッドキングダムなんですよ UKUK UK とかね UK ロックとか言うでしょ ね、それはねユナイテッドキングダムがまあ、正式なわけですよイギリスって我々はある時の呼び方の名残で日本人がイギリスって呼んでたわけだからイギリスって呼んでる限りイギリスのことは正式には理解できないユナイテッドキングダムなんだだから複雑なんですよ現在の状況で言いますとイングランドね私聞いたことあるサッカーとか聞いたことあるねスコットランドああスコッチとかねスコッチとか聞いたことあるはいはいはい ウェールズいやですね <laughs> ウェールズになるともうええー、もう面白くなっちゃうねでアイルランドえっ別の国なじゃないんですかこれですよね皆さんの理解はねいやこれ実はですねグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国っていうのは正式な名称なんですよイギリスのえっじゃあアイルランドの北だけはイギリスなのここなんですよアイイルランドももね何度もイギリスに 統治されてた時代があるんですが現時点で言うとアイルランドの北の部分だけはイギリスですそれ以外はある時独立したんですねはいなのでグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国がユナイテッドキングラムであるとまあここが分かりづらいもう僕たちの中ではイングランドとスコットランドだけを覚えたい感じになってません なんかね、サッカーのイングランドとウイスキーのスコットランドこれでお願いしますと言いたいがウェールズやアイルランドのその北の部分ここがあるんだということねぜひ忘れずにいていただきたいねじゃあどういう状態だったかこれは面白いですよねっもともとはですねまい、あ、ろんな民族いたんですがそこにですねまあいわゆるケルト人とかいろんななんとか人とかそういうのがいたらしいんですよそここににですね古代はどういういところに 影響を受けたかというとやはりローマが来るんですよ。このヨーロッパにおいてローマってもう絶対外せないんですよね。特にこの北の方で言うと、南の方で言うとあのギリシャの古代ギリシャの影響をたくさん受けてるわけじゃないですか。地中海のね。で、そのギリシャの時代が終わるともうローマが全てをこう作るわけです。全ての道はローマに通ずというぐらいですね。まあある時のヨーロッパというのはもうローマが全ての時代だったわけですよね。そして来ましたよ。カエサル。いきなり来るんですよ。 ローマが攻めてくるんですよこの名もなき島々にこのねカエサルが攻めてきた時はまだこのねイギリスのエリアが島かどうかもあやふやだったんですってなんとなくブリトン人ブリトン人がいるっていうことでブリタニアって呼んでたらしいんですよここら辺をブリトンブリトンっていうよねだからその辺りがここら辺からもう来てるんだけどブリトン人のいるブリタニアっていうふうに呼ばれてたらしいんですね でカエサルが来るんだけどいろいろあって国内で帰るわけでもローマは諦めずにクラウディウスってこれでも紀元前58年ですよカエサル来たの2100年ぐらい前だからねカエサルってそんな前だったんだっていうねそういうことがあるけどもその後、皇帝クラウディウスが来てね南半分ぐらいを攻めちゃうらしいんですよもうここら辺ざっくりいきますよねその上でもうブリタニアということでこのイングランド辺りまで全部がっつりホールドしてブリタニアね ローマの俗元もともとイタリアに支配されてたってことですよ。ローマに、ねまあ。イタリアというかローマですからな。ローマに支配されてた。ね、その中でローマってその後ね、東ローマとか西ローマとかって分かれたりしてたでしょ。ああいう風にローマ帝国がだんだん弱体化してきて、その上でゲルマン民族大移動っていうね、世界史の中でやりましたよね。こっち側から民族に押し戻されて、こう来て、その 西ローマのその手綱がですね弱くなった時に引くんですってだからローマ帝国の弱体化とゲルマン民族大移動によって一回ローマの支配がなくなってああよかったねと思うでしょそこにこのゲルマン民族たちが来るんですってゲルマン民族大移動って本当すごいねすごい移動だ島まで来てたっていうねで海越えてここがポイントなんですよこの、ね 島国だから日本と似てるよねってよく言うでしょ。イギリスって。もう確かにユーラシア大陸の端の島国といえば日本かイギリスですよ。ね。でまあ現在もね、その天皇陛下がいて、まあ王,王がいるわけですから、イギリス王室があるわけですから、まあ両端にある島国の王国ということで共通点多いんですが、日本とイギリスの大きな違いというのが、日本はですね、大陸との距離が海でですね、50キロぐらいあるんですよ。 ただこれドーバー海峡大陸との距離が3 0キロしかないあ2 0キロちょっとの違いかと思うかもしれないですけどこれがですねドーバー海峡横断部って昔あのウッチャンナンチャンさんの番組でやってたの知らないウリナリっていう番組でさそのよい子さんとかと一緒にさドーバー海峡を泳いで渡るっていうドーバー海峡って泳いで渡る企画ちょくちょくあるんですよそれぐらい近いんですよ大陸と日本ってそのねそのプサンまで泳ごうみたいな企画あんまやんないでしょ えー、やっぱちょっと決意らしいんですよ、それは。だから日本はなかなか元寇っていうあのモンゴル帝国が攻めてきた時以外はそこまで侵略の危機にねこれ陸続きで、ね、考えたことないだけどいや海,海越しで考えたことないでしょイギリスは何度も来るんですよ何度もねローマからまず来たねその時にねそのロンディニウムっていう土地をまあその ローマ支配下の中でまあまあ、主,主要な都市としてねやったらしいんですよ。ね沼地の鳥でこれがロンドンになるんですってロンディニウムがロンドンになるんですよもうこの頃からロンドンのね場所はまあ、いい場所だとされてるわけなんだよね。はい。でローマがいなくなったゲルマン民族来ましたよってねゲルマン系のね、人たちをアングロサクソン人まあなんか軌道でなるよねアングロサクソンってアングロ人サクソン人ってあるらしいんですよ。まあ、要するにそっち系の民族が来て そいつらが7つの王国をブワーッと作ったらしいこのイングランド辺りにもともといたブリ,ブリトン人はウェールズの方にキュ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 ーって追いやられたねそこでブリトン人とゲルマンの民族の全然その違う文化がこうできるだからウェールズの人たちっていうのは結構昔から追いやられてる恨みがずっとあるわけですよでもこの後もイギリス史はずーっとこのイングランドを中心に回っていく 基本は、インングランドでもスコットランドもずっと反発する、ね、もうそのライバルスコットランドでウェールズってずーっと追いやられてるからずっと追いやられてるねだからもう半ば諦めてるっていう感じんんもういいっすよもうみたいな感じにはなってるでアイルランドねあのさユナイテッドキングダムのさあのねあれあるじゃないですか国旗かっこいいよねあれ。 あれっていうのはイングランドっていう白に赤の十字とスコットランドっていうね青に白のバッテンでその後アイルランドで白に赤のバッテンこれを全部合体したのがあの国旗なんだよね。だから合体していくんだけどそこにウェールズはないんだよ。 なんでかって言うと、だいぶ早めにこうだいぶ支配されてたからもうその合体とかいうあれでもないっていうねだいぶ前からずっとイングランドにくっついてたっていうところがあるらしいんですね。はい。でこれねこの分量だけど大変ですこの7王国の攻防とかも7つの王国の中でもずっと攻防してるからね。 それで1個の王国が「や,やった!」とかなったあたりでまた状況が変わっちゃうんだけどこのね七王国あたりの時の物語として出てくるのがゴディバ夫人の話ゴディバってチョコレートの名義は知ってるでしょ有名じゃないですかねゴディバといえばねあれ何ですかっていうことなんですけどあれゴディバ夫人っていうのがこの七王国のうちの一つの王国の領主の奥さんなんですよどういう話っていうね 実はその領主はですね非常にですねず税金厳しく貸してたのね国民にね税金もってようとよこぜってねそれでねあの王様厳しいなってでその王様の奥さんだったのゴリは夫人がですね領主の奥さんだったら、ね、あなたそんな税金上げるのやめなさいよって国民を代弁して言ってくださいいい奥さんじゃないですかねあなたそんなにあの税金取っちゃダメじゃないのって言ったらですね税金下げてよって言ったらね お前のじゃあ言うお前そんな生意気言うんだったらよって言ってねその旦那のね両親はですねそんな生意気言うんだったらまあお前が本気かどうかだわっつってねお前いい格好したいだけじゃないの本気でその国民のことを思ってますってそういうことねもちろんよってね分かったじゃあお前が素っ裸で馬に乗って街を一周してきたら言うこと聞いてやるって言ったんですって。 ゴディバのマークあるでしょあれ馬に女性が乗ってるんですよあれ分かりましたって言ってすっぱでかになって馬で馬に乗って町一周したっていうだから自分の羞恥心すらも金繰り捨て捨て,て領民を守ったっていうその英雄的な女性をマークと社名にしているのがあのゴディバなんですよでその時に全乱で通るぞってなった時にこその国民たちがね その、いや,いやそんな見たらあかんねそんなそのそういう風に回ってくれるらしいもうあ感動です、ね、もうそんな奥さんのやつ裸見たらあか飽きませんよっつってみんな目を伏せてたんだってその時はね、まあ、見なかったんだってでもその中でもう1人だけトムっていうやつだけを見たらしいっていうね <laughs> そういうそのピーピングトムっていうそういうお話が残ってるらしいんですけどそこら辺のお話がこの七王国の頃の話らしいんですよね。 だいぶ昔なわけですよねその七王国に追いやられたウェールズの人たちウェールズの人たちにも物語残ってるその人たちがねそのコンプレックスを晴らしたくて作った物語があのアーサー王物語だったランスロットとかエンタクの騎士とか確かになんかイギリスの方かななんかヨーロッパの方でそういう物語あったらアーサー王とエンタクの騎士たちっていうのはそのウェールズに行ったブリトン人たちの物語らしいんですよ ほーなるほど。とね、ちょっと知ってるようなねカエサルだのアーサー王だのゴディバだのね、もうブリタニアだのロンディニウムだのそういう時代ですよ。だから、とりあえずローマの影響はなくなったがこれアングロサクソン人の7王国が出来上がった。でもこれはねアングロランドつまりそれがイングランドの語源なんだ。だからアングロサクソンの人じゃない人からするとイングリッシュとかイングランドがイギリスだとか。 そういう呼び方が嫌だなって思うのはなぜなら、民族の名前を語源にしてるからだから、その民族と違うね、このスコットランドとかウェールズはアングロ人じゃないんですよだから、アングロランドからのイングランドからのイングリッシュからのイギリスは、ちょっと勘弁してよっていうのがここでできてる国民感情らしいですよ はあ、だそこら辺が分かってるか分かってないかっていうのが、イギリスのね、成り立ちとか、その微妙な関係性っていうものを理解するのにね、非常に大事になってくるんですよ。イギリスは一つの国じゃないし、その語源にはいろんな争いの歴史が含まれてるんだ。そういうことなんですよね。面白いですね。ところがこの後大変なことになる。ね。この7王国がですね、だんだん一つになっていくんですよ。もう、政略争いで。 強い国があってですね、そこが「うわーやった」ってね「統一だー」なんて言ってる時に来るのがバイキングだよ。バイキングここで来んのよ。海賊といえばバイキングでしょどっから来た海賊北欧から来るのよ。うわーってさもうなんかさこんなの被ってさこんなんでさ なななんんか、かこんななってさ、なんかイメージ湧くじゃないですか恐ろしいですよでもそのバイキングって海賊っていうねふうに我々思ってますけど実はその北欧から来た、えー、海船に乗ってくる海賊行為も行うらしいんですが主には結構北欧では農民やってたりとかだから専業海賊っていうことじゃなかったらしい向こうの農民とかその漁師とかが侵略とか略奪しに来る時にそのバイキングと呼ばれてた らしいんんでですすね。来るんですよ、ね。デンマークとかねノルウェーとかスウェーデンとかねその語源になってたろデンジンってのが来るんですでねわーって来てそれを追い払うのでもうもうほぼここの時代はですねとにかくバイキングが来て追い払います中を統一したと思ったらすぐ来るわけですよ、ね、北欧からでうわー戦ってるんですけどある時負けちゃうんですようわーって。 それで、一回ですねノルウェーデンマークスウェーデンとかと一緒のですねエリアに組み込まれるんですよ、これ。一回北欧になるんですよ、イギリス。これ、知ってましたなかなか知らないですよね、北欧とイギリスってなんか特に関係なさそうなイメージがありますけど、それ、違うう、んですよもう何度も何度もバイクに攻められてその中で、一時期ですねものすごい強いその北欧の王にですね全部乗っ取られてしまうと。 いう時期があるんですよところがそれもですね後継者争いとかがむちゃくちゃあって向こうは向こうでで、結局うまくコントロールしきれずにですね最後ね「バイキング」スタンフォードブリッジの戦いで「すね取り戻せ!」って北欧から取り戻せっ,つってようやくですね北欧から取り戻したーっていう瞬間にですね今度はフランスから侵略されるっていうね <laughs> <laughs> もうこの島はですねもう、休む暇がないんですよ。ね これがノルマンコンクエストっていうね、こう、ノルマンディーって、第二次世界大戦とかで、ノルマンディー上陸作戦って言って、イギリスの方からね、こう、船で、海で上陸して、あれ何するか、ヒトラーに奪われたパリを奪うぞっていう、その最後の戦いですよね、第二次世界大戦の。その時に出てくるフランス北部のエリア、それがノルマンディ。ーそのノルマンディーから攻めてきてるんですよ。ノルマンディーからの上陸作戦なんですよ、これは。からの上陸作戦 それれでですね、一気に奪われてしまうと北欧とですね、もう最後の最終決戦をしてここれ以降、北欧が攻めてくることはないんですよ最終決戦北欧から守りきったからのバーンフランスからでここでですねフランスの王ですねノルマンディーの王がイギリスねこのイングランドの王を兼ねるっていう時代がやってくるんですよ。兼ねて合同の王みたいねその時代がやってくる。 そのちょっと前にスコットランドではどうなってたか。実はですね、この辺りでスコットランドの王位継承戦とかの戦いをスコットランドはスコットランドでやってるんですよ。もちろんウェールズとかスコットランドも海賊とかとはバチバチやってるんですけど、スコットランドの中でのバチバチの王位継承の争いの中で現れたのがマクベス。えぇ、ー、実はですね、後にシェイクスピアがイギリスでね、 これエリザベス女王時代にですね文化が栄えて出てくるんですけどもその辺りのシェイクスピアが描いたマクベスという名作あれはこの頃なんですよ北海帝国にイングランドが取り込まれてた辺り時代のスコットランドでの王位継承の争いでもマクベスってね王になってすぐねその王子に殺されてしまうっていうのがこのシェイクスピアのお話なんですけど実際はね20年弱 結構メ君として統治してたらしいですよ。統治能力あったんです。ところが王子にや戻ってきた王子にやられてしまうという実際は、そうだったらしいけどその史実をもとに書いたのがシェイクスピア。これ演劇がですね。このシェイクスピアの演劇何が受けたかというとセリフ回しやストーリーも非常に面白かったらしいんですけどイギリスの人にとっていかにこの多い継承とかその争いが身近でリアルなゴシップだったかっていうことがこの 流れの中で、ななんとく分かりますよね。<laughs> ものすごくずっと多い継承とか争いとかずーっとやってるからはあしかもこれイングランドにいるシェイクスピアがスコットランドの,派の揉め事を書くっていうのはイングランドの中でのいさのかいと関係ないからこれ聞きやすいわけですよで最終的にイングランドの王に攻められるっていうところで終わるんで非常に聞きやすかったと政治的な配慮も非常にうまかったんですねシェイクスピアはね時の権力者が喜ぶようなお話の中で面白いものを作ってた。 だだから、天才だというふうふに言わわれてるわけですねそんな中、かノルマンコンクエストねノルマンディーに征服されるというね完全に征服されてしまったねその上でですねここで文化の流れが変わるわけですよ。ね北欧の一国っぽい感じだったところから北欧との交流がバチンと切れてこれ以降ヨーロッパの一国っぽい雰囲気になるわけですよ。これがなかったら ヨーロッパ北欧イギリスみたいなそういう雰囲気だったかもしれないですね文化圏的にねだからここ違うんですってはあでここでですねこのノルマンディーから持ってこまられたものがそのこの、ね、ノルマンディーの王がねこの行ムっていう名前だったらしいんですけどイギリスに来てウィリアム1世と名乗りフランス王の家臣でありながらイギリス王も兼ねるみたいなね もうこんなのの連続ですから、もう正直忘れてください。はい。あの、カネルとか、一世とか、もどうでもいいんですけど、でもそのね、ノルマンディ、フランスの大陸から持ち込んだのが、土地台帳を作るっていうのをやり始めたらしいんですね。税金をうまく取るために。だから大陸の文化がも持ち込まれるわけですよ。で、土地台帳を取って、土地を貸してやるから、その代わり税金を納めろよと。これ、いわゆる、日本でもね、こん、あの、ありますよね。ゴーンと奉公みたいな。いわゆる奉奉制と。 いう、領主に君主が土地を分け与える代わりに税金をしっかり納めろよというその仕組みの基礎がここにでイギリスに持ち込まれるということなんですね、はい、意外な、ね、エリアですよねここが中田としてはね非常に意外でしたはいあローマのあっな,なるほどつもあなるほど北欧だったんだからのフランスにやられてたんだからの封建制始まるんだとでこっからイギリスっぽいんですよね 実は、この頃からですね、このイギリスが、ヨーロッパの中でもこの存在感が増してくるわけですねで。まだまだ取ってって産業革命でボンです。だから黄金時代の後なんですよ、産業革命って。ところが、それが、貧困が崩れてくるから、世界大戦の足音が忍び寄ってくる。